大熊茂信は、日本の武道家。日本博士武道中道流部門会、大東流愛機充実部門会創始班。幼少の頃より、活発な少年でありいたずら好きであったが、小学校一年生頃によその庭になっていた柿を取ったのが家主に、見つかってしまい、学校に通報する代わりに家の手伝いをさせられたという。その家主こそ、高等権流の創始者である。 梶原正美であった。剣術の具体的な技の指南などはあまりなかったようだが、兜ぶと割山綿切り、天井の円に手の指と足の指だけで雲のようにぶら下がるなど、数々の常人離れした技を見せてもらった衝撃や、日々の手伝いで培われた相手の先を読む気配りなどの大切さが、後々の武道人生の礎となっている。中学生、高校生になると、 復活も掛け持ちで動き回る、忙しい日々であったが、今年への高飛び込みに関しては、オリンピック強化選手にまで上り詰める。社会人になり、高等権流を続けていたものの、思うように切れずに剣を握ることもやめた時期もあったが、1988年から1995年に、かけて幾度となく、山ごもりをして、自問自答を繰り返す中で、岡本太郎の芸術、 言葉に出会ったこともきっかけとなり、人生を武道に捧げることを決心する。当初は人に教えるつもりはなかったが、知人がご真実を教えてほしいと言ったことがきっかけで、日本博士武道中道流部門会として、公共施設を中心に活動を開始。そして、学研から発売された VHS、奥伝大統領愛機充術を見て、 本物の武道家が存在していることに感激し、監修、指導を行っている、大東流愛機充実六方回収士である、岡本聖豪に指示すると同時に、六方会福岡支部として、活動を開始。普段の稽古には参加できないため、岡本隆氏の手に触れられるのは、年1、2回の東京セミナーでのみであったが、必死で、習った感覚を残しつつ、 上気分 HS もすり切れるまで何度も見たという。福岡セミナーで毎年岡本修士を招聘するようになってからは、機会も増え、お互いに酒好きであることで、さらに進行を深め、酒の席でかけてもらった技が、とても勉強になったと述解している。大東流の利号は、剣術が基本だということを悟ってからは、2010年に五段位を排除する。その後、することあって、 六方会を離れ、大東流愛奇柔術と、日本博士武道中道流剣術を統合して、愛奇柔術と剣術の理合の共通性、日本本来の武道と精神を取り戻し、後世に残すことを目的に日々活動している。武道以外にも、医学や日本の歴史など様々な分野に造形が深く、また、道場の内装や配管などのほとんどは、自分で行うほど手先が器用である。 高等権流の斬新をベースとした実践性の中に大統領の相気技のような非常に柔らかい技が多数存在する。中でも刀身と対象物が密着した状態から切るという当て見切りという高度な技も存在する。常に一体多数や武器を想定しており、一拍子で終わらせなければならないと指導している。稽古に関しては初心者、上級者、 女性や子供と分けることなく、全員に直接手を取らせている。また、聖地な技が生み出された背景には何があったのか、歴史や古い文献、極意書などを研究し、武道のルーツなども伝えているのも特徴である。神話とされている、日本初期や古事記よりもさらに古い時代から継承されているということ。そして、常に自然界との調和とその法則を手本にしながら、 歴史が変遷するにつれ、武士道精神へと昇華し、神道の教えと同化表裏一体化し、日本人の道徳の礎となっていることこそがルーツであり、神棚を道場に祀っている理由は、稽古修行を奉納するためであると述べている。ありがとうございます。